分で選ぶことができます。でランダムでサプライズっていうのもあるんですけど、こんな感じで、これ夜車に乗ろうと思って鍵を持って近づくと、この入り口ですね、ドアの入り口のところをこのミニの LED のプロジェクションが明るくしてくれて、で室内に乗り込むとこんな感じです。で今日撮影したかったのですね、夜になるとこのアンビエントライト、音と光で楽しさを演出してくれるんで、ちょっとそれを撮影しようと思ってですね、今カメラを回してます。システム立ち上げて標準の状態はコアっていうモードで必ず立ち上がるんですけども、ミラーのところが赤くなってますけど、この状態でですね撮影していこうと思います。インテリアライトのこのアンビエントで今グラフィック最大にしてあります。この状態でですね、ちょっといろいろモードを変えて、エクスペリエンスモード、これコアっていうモードになります。それがこの色になります。で一つ上げるとですね、ゴーカートモードで、こんな感じになります。赤ですね、赤で模様も変わりました。でもう一回コアに戻してみます。こちらがコアになります。模様も変わりました。続いて我が家が一番使っているのがこのグリーンモード、省エネモードになります。これね、省エネなんで、この緑のこの辺のインテリアライターつくんですけど、ここの模様はですね、残念ながら省エネなんで消えちゃいます。もう一つ下、ビビット、これだとこんな感じですね。そこ白っぽい色になるんですね。これがね、こういうピンク色なんで、そこもそういう色になるのかなと思ったら違いました。もう一つ下、タイムレス、こんな感じのさ、音響を、なんて言うんでしょうね、効果音が出るんですね。この車、こういう楽しさがあるんですよね。はい。それではもう一つ下、パーソナル。これ我が家でお気に入りの写真ということでですね。この写真は、こう、これが標準、車の納車時にある写真で、で、これは私が追加したものなんですけども、このパーソナルモードの時はですね、こんな感じ。これ実はですね、今日私が設定した色で、この時はですね、パーソナルモードの時に限ってここの色を変えることができるんですね。で、ちょっとそれやってみたいと思います。インテリアライト。で、カラーがバランスブルーになって、この時ですね、これ、ここに見てる色見本の中からですね、自分で選ぶことができます。で、ランダムでサプライズっていうのもあるんですけど、こんな感じで、このポンちゃんの写真が、まあ割とこういったブルー系だったんで、私はこれにしてみました。ということでこれを選んで、でなんかね、これ効果音っていうんですかね、わかりますかね、これずっとこれに乗ってたらですね、耳の調子悪くなっちゃうんじゃないかと思うような効果音なんですけど、こういったなんていうんですかね、遊び心がこの車の面白いところですね。で最後にもう一回ゴーカートモード、いいですよね。でちなみに我が家が一番お気に入りの、さっきのポンちゃん以外普通に使ってるのは
これになります。これが一番電気を使わない省エネモードになります。ということで夜のですね、この効果音と室内のアンビエントライトを紹介しました。楽しいです。